物証化とは人と人との関係が物と物との関係として現れること。カール・マルクスが後期の著作で使った概念。マルクス自身は断片的な記述しか残していないが、ルカーチ・チジェルジや広松渡るが重要視したために注目されるようになった。商品経済においては社会的分業に基づく人間相互の関係が主的な商品交換を通して取り結ばれるので、 個々人の労働は直接的には社会的なものではなく私的なものとなり、労働の社会的性格は商品の交換価値として現れる。労働と労働の関係が商品と商品の関係として現れる。この機構をマルクスは物証化と呼んだ。およそ使用対象が商品になるのは、それらが互いに独立に営まれる私的諸労働の生産物であるからに他ならない。 これらの私的諸労働の複合体は社会的総労働をなしている。生産者たちは自分たちの労働生産物の交換を通じて初めて社会的に接触するようになるのだから彼らの私的諸労働の独自な社会的性格もまたこの交換において初めて現れるのである。言い換えれば私的諸労働は交換によって 労働生産物が置かれ労働生産物を介して生産者たちが置かれるところの所関係によって初めて実際に社会的総労働の所管として実証されるのである。それだから生産者たちにとっては彼らの私的所労働の社会的関係はそのあるがままのものとして現れるのである。すなわち、諸個人が自分たちの労働そのものにおいて結ぶ直接に 社会的な諸関係としてではなく、むしろ諸個人の物証的な諸関係及び、諸物の社会的な諸関係として現れるのである。第一章、商品、さらに物証化の結果として生じる思い込みを、マルクスは物心崇拝と呼んだ。商品がそれ自身として価値を持っているかのように考える商品の物心崇拝である。この物心崇拝から出発して、 貨幣がそれ自身の性質によって他の商品と交換できるかのように考える貨幣の物心崇拝、資本がそれ自身として利子を生むかのように考える資本の物心崇拝が生まれる。一商品は他の商品が全面的に自分の価値をこの一商品で表すので初めて貨幣になるとは見えないで、逆にこの一商品が貨幣であるから他の諸商品が 一般的に自分たちの価値をこの一商品で表すように見える。これらのもの、金銀は地の底から出てきたままで同時に一切の人間労働の直接的化身である。ここに貨幣の魔術がある。人間の社会的生産過程における彼らの単なる原始的な行為は従ってまた彼ら自身の生産関係の彼らの制御や彼らの意識的個人的行為には 関わりのない物証的な姿は、まず第一に、彼らの労働生産物が、一般に、商品形態を取るということに現れるのである。それゆえ、貨幣物心の謎は、ただ、商品物心の謎が人目に見えるようになり、人目をくらますようになったものでしかないのである。第二章、交換過程、利子は、利潤の、すなわち、機能資本家が、労働者から絞り取る。 上与価値の一部分でしかないのに、今では反対に、利子が資本の本来の果実として、本源的なものとして現れ、利潤は今では企業者利得という形態に転化して、再生産過程で付け加わる、ただの付属品、付加物として現れる。ここでは、資本の物心的な姿も、資本物心の観念も完成している。我々が g g で見るのは、 資本の無概念的な形態、生産関係の最高度の点灯と物証化、すなわち、利子を生む姿、資本自身の再生産過程に前提されている資本の単純な姿である。第24章、資本関係の外面化、なお、マルクスは物証化を場合によって、バーリング・リチュアングと書いたり、バーサー・クリーチンと書いたりしている。以下の文が示すように、 彼はこの二つの単語を厳密に区別してはいない。資本利順、または、より適切には、資本利子、土地時代、労働老人では、すなわち価値及び、不一般の諸成分と、その諸原線との関係としてのこの経済的三位一体では、資本主義的生産様式の神秘化、社会的諸関係の物価、物質的生産諸関係とその歴史的社会的、 規定性との直接適合性が完成されている。このような間違った外観と疑問、このような富のいろいろな社会的要素の総合観の独立化と国家、このような物証の人格化と生産関係の物証化、このような日常生活の宗教、およそこのようなものを解消させたということは古典派経済学の大きな功績である。第十八章、三位一体的定式。 マルクスは1845年から1846年にかけてエンゲルスと共に書いたドイツイデオロギーという総行で社会的分業について考察し資本論の物証化論につながる視点を示した。分業は次のことについて最初の例を早速我々に提供してくれる。すなわち人間たちが自然発生的な社会のうちにある限り、従って 特殊な利害と共通の利害との分裂が実存する限り、従って活動が自由意志的にではなく、自然発生的に文章されている限り、人間自身の行為が人間にとって素因な対抗的な威力となり、人間がそれを支配するのではなく、この威力の方が人間を圧迫するということである。カール・マルクス、フリードリヒ・ヒエンゲルス、ドイツ・イデオロギー、社会的活動の こうした自己公着。我々自身の生産物が我々を制御する一つの物証的な強制力と化す。こうした行行それは我々の統制をはみ出し、我々の期待を裏切り、我々の目算を無に返さし占める。これが従来の歴史的発展においては主要景気の一つを成している。社会的力、すなわち幾重にも倍化された生産力それは、 様々な諸個人の分業のうちに条件づけられた共同によって生じるは、共同そのものが自由意思的でなく自然発生的で、あるために、当の諸個人には、彼ら自身の連合した力としてではなく、疎遠な彼らの外部に自存する強制力として現れる。カール・マルクス、フリードリヒ・ヒエンゲルス、ドイツ・イデオロギー、資本論の物性化論が、 商品経済における社会的分業のあり方の分析によって商品の物心崇拝を解明するための枠組みだったのに対し、このドイツイデオーロギーの物証化論は社会的分業の発展を軸にした歴史観を提示することが目指されている。物証化は商品経済に固有な現象としてではなく自然発生的分業から生じる現象とされている。 人間自身の行為が人間にとって疎遠な対抗的な威力となるという視点は経済学、哲学走行の阻害論の延長線上にあるものとみなすこともできる。商品経済においては労働の社会的性格が商品の交換価値として現れるという観点が現れるのは1859年発行の経済学批判においてである。マルクスは 商品の交換価値を分析し、社会的分業の一環であるにもかかわらず、直接的には私的な労働が交換価値を生み出す労働であることを指摘した。1商品の交換価値が現実に表現されている初等式の層は、例えば1エレのリンネルイコール2ポンドのコーヒー1、エレのリンネルイコール1、2ポンドの茶1エレのリンネルイコール8ポンドのパン、等々。 を考察してみると、これらの等式は、確かに等しい大きさの一般的社会的、労働時間が、1エレのリンゲル、2ポンドのコーヒー、2分の1ポンドの茶等々に対象化されていることを意味するに過ぎない。しかし実際には、これらの特殊な使用価値で表されている、個人的労働が、一般的な、そしてこの形態で、社会的な労働になるのは、もっぱら、これらの使用価値が、 それらの中に含まれている労働の継続時間に比例して現実に互いに交換されることによってである。社会的労働時間はこれらの商品の中にいわばただ潜在的に実在しているのであってそれらの商品の交換過程で初めてその姿を表すのである。出発点となるのは共同労働としての個人の労働ではなくて逆に 私的個人の特殊な労働、交換過程で初めて、それらの本来の性格を容器することによって、一般的社会的労働という意味を示す労働である。カール・マルクス、経済学批判。この指摘を、マルクスは、経済学の理解にとって決定的な超約点と持参した。従来の経済学は、商品経済の歴史的特殊性を考慮することができず、従って、 商品経済において労働が受け取る特殊な性格を理解することもできなかったという認識による。物証化論が注目されるようになったのは、ルカーチ・ジェルジュの1923年に発表した論文、物証化とプロレタリアートの意識からである。彼は人間が作ったものが固有の法則性を持って人間を支配するという事態を物証化と呼び、経済だけでなく、 政治やイデオロギーの領域にも物証化が存在すると主張した。資本論の解釈として提示されたが、実質的には経済学、哲学奏功の阻害論に近い発想だったと言える。現代における全般的な官僚成果の数成を指摘したマックス・ベイバーの合理化論も受け継いでいる。ルカーチの物証化論は、サルトルやフランクフルト学派に影響を与え、 人間主義的なマルクス主義の一つの源流となった。しかし後に、アルチュセールによって、初期のマルクスと後期のマルクスの間には、認識論的な切断があり、初期のマルクスが展開した、疎外論によって、後期のマルクスを理解しようとするのは、正しくない、と批判された。広松渡るは、ルカーチとは異なり、マルクスとエンゲルスの思想は、疎外論から物性化論へと発展した。 と主張した。とりわけ、ドイツイデオロギーを転換点として強調した。祖外論が大きな影響を持っていた1960年代に現れた広松の主張は大きなインパクトを与え、以後日本では祖外論と物性からを別物と考える立場が支配的となった。広松によれば、マルクスは経済学、哲学総功において、 実体であると共に主体である絶対精神の自己外化と自己回復の過程として歴史を見るヘーゲル的な疎外論を使い労働を実体イコール主体と設定してその疎外として私有財産を説明しようとしたしかし労働の疎外そのものがどのようにして発生するのかを説明できなくなって破綻したそれに対してドイツイデオロギーは分業に基づく社会関係を 歴史の基軸と見る視点により、ヘーゲル的な疎外論から脱却した。この転換は、実体主義から関係主義への世界観の転換であり、近代思想の地平の彫刻であったという。広松は、以上のように、マルクスの思想を解釈した上でその外縁を大胆に拡張し、哲学的な物性化論の体系を作り上げた。以下は単に外面的な広がりのみを記す。 モノイコール関係の物証化。関係主義の立場から人々に物財の層で栄え表している。そのノは諸関係の結節を物証化的策認したものであると捉え返す。社会的文化的継承の物証化。人々の栄意が規範を生み出し、よってもって社会的権力、国家を形成し、また文化的諸価値を形成する、などを 役割行動的共同を連環におけるそれぞれの物証化として捉える。歴史における物証化。歴史の法則性、構造変動を役割行動的編成体の通じ的動体の物証化として捉える。広松は諸科学の最新成果を少量しつつ論じているが、物証化論は諸学がとかく教示的編成を施行することに対する内在的批判でもある。 1>, 1は、ヘーゲル論理学における、反証規定、モノ論から始まり、相対性理論、量子力学をも射程に置いたもので、西洋哲学の実体主義批判である。2は、デュルケム、理解社会学に始まる、社会学の諸成果を、資本論における、価値論を、導きの意図に再構成を図っている。3は、協議の歴史法則問題だけではなく、 1.2を踏まえて実践的課題を解く法図として施行された。宇の構造は資本論が商品論において価値の実態が労働であることを指摘している点を批判した。商品論の中心的課題は商品の価値が他の商品の使用価値で表現されるという単純な価値形態が貨幣形態へと発展する論理を示すことであり価値実態論があると商品の価値が 他の商品の使用価値で表現される必要性が不明確になってしまうという理由による商品論では生産過程が車掌されているのだからそこで価値実態が労働であることを指摘すれば資本の下での商品の生産ではなく独立した個々人の生産を想定することになるとも指摘したこの観点からは資本論が商品論の最後に置いている 物心性論も有害無益となる。そこで登場する労働とは、資本主義的生産関係のもとでの労働ではなくて、私的労働一般に過ぎないからである。当然、労働と労働の関係が商品と商品の関係として現れる、という物証化論が入り込む余地もなくなる。うの理論で取り上げられるのは、貨幣の物心性と資本の物心性だけである。ありがとうございます。